はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は皆さんにこのバラを使った花束のレッスンをしていきたいと思います。まあいろいろね、やっぱり刃物とかを必要としますね、花束にはね。なのでその刃物の使い方とか加工の仕方とか、まあ、加工はしちゃったのかをこう覚えてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではちょっとアップにしていきます。まずこうバラをね持ちますね。そしたらここで、まあそうだね、2本かまあ3本ぐらいこうバラを持ちます。持ったところでちょっと低くするかな。これ持ったところでここにこういう桔梗蘭を今回丸めたものをかませます。これこのまま花でダーッといっちゃう方いらっしゃいますけど、あれをやるとこうベタベタの花束になっちゃうんで、ベタベタの花束にしない、こうちょっとグリーンがあって素敵な花束にしたい場合はここでやっぱりグリーンを入れていかないと、こうなんか強烈な花束になりますんで注意してください。でこのやっぱりね、ループにしたグリーン、ループにして丸めて、ホチキス止めしたグリーン、こういうね桔梗蘭とか、まあ、ハランとかミスカンサスとか、まあ、いろいろこう尖った葉っぱができるんですけど、それもね効果的です。なのでぜひ利用してくださいね。はい、そしたらここでこのスプレーバラを入れていきます。でさっき入れたグリーン、ここのグリーンとグリーンの間とかにもこのスプレーバラを入れていくと、ちょっとこう刃物と花が絡んで可愛くなりますね。あ、このあたりが結構花束テクニックなんですよね。花束テクニックって花束を可愛く見せるテクニックですね。でまあこうしたらこう前にどんどん、花束って前に入れるのがすごく簡単なんですけど、この後ろに入れると大体こうこのまま入れるとここがクロスして最後に縛るときに折れちゃったりするんで、この後ろに入れるときはまあ慣れないうちはこう回して後ろ側に花束をして、それでまたこう刃物とかを入れて、で花を入れていきましょう。でここで今度ピットスプラも入れましょうかね。でこうしばらく花を突き進めていくと、こうどっちが表だか後ろだか分かんないぐらい 裏が綺麗になっていっちゃうんですよ。この時点で裏が正面になっちゃったりする場合もあります。ただね、まあでもそれもいいと思いますけど、またここにグリーンも入れましょう。もうこれ完全なオールラウンドになってきますね。ここでちょっと色違いのホールのバラも入れちゃったりしましょうね。はい、これ今裏です。もう表っぽくなってきましたね。はい、そしたらまたここで桔梗蘭を入れましょうか。この辺りから桔梗蘭入れるポイントが難しくなってきたりします。っていうのがあんま変なとこ入れるとこう花束のフォルムがドンと変わってしまって、ここの花束って底辺180度っていうこの決まりがあるんです。まあ、決まりというかあのもう全然無視しちゃってる人もいますけど、まあ、通常こう飾る器って口がこう平行にカットされてるじゃないですか。だから花束ってそこにこう入れた時にピシッとこうピシッとしなきゃいけないんですよ。だからここも180度でピシッとしてないとこうデコボコデコボコしちゃうんですね。もちろんもともといびつな器とかありますよね。その器に合わせて作っていくっていうすごい高度テクニックだったらそれはそれでいいんですよ。でも大体の器はピシッと平行になってますんで、花束もピシッと平行にしなきゃいけないということですね。これ花束通信講座だと結構注意されます。これ N フラワーで花束通信講座っていう通信講座をやってるんですけど、あの花束通信講座ものすごく花束うまくなります。結構ね受講されてる方花屋さんが多いんですけれども、まあ、花屋さんって割とこう花屋さんにも入るけどしっかり花束を、レッスンしてくれる花屋さんってないんですよ。だいたい今花屋さん自体が花束がうまくなかったりするお店が多いんで、で結構ね N フラワーに花屋さんが花束を習いに来るっていうパターンが多いんです。
ってみんなぐんぐん上手くなってますので、で遠い方はね、本当通信講座でもすごく上手くなってますから、ぜひ。で通信講座のまあちょっと宣伝になりましたけど、まあね、せっかくなんで宣伝しておきます。だからこの丸めるときにちょっと気づいてる方いらっしゃるかと思いますけど、大きく丸めるのと小さく丸めるのを両方とも作っとくと花束やりやすいんです。同じ量大きさでまとめていくとすごくやりづらいんで、そこ気をつけてください。でピットスプラン見れます。ここでミス観察を入れましょう。ミス観察は、まあ、こう持ってここで握り込んじゃいますね、これね。そうするとこうループがまた気球欄よりちょっと細いループができますね。なのでこれもやっぱりバラと絡めていくといいんです。だからこのミス観察のループの中にこうバラをこう入れる、はい、入れます。でループの中にバラを入れる。あれこれ全部スパイラルでできてますからね、はい。そしたらここで少しグリーンが欲しいなと思ったらピットスプラムも入れる、はい、入った。でこのスプレーバラ、この長くしたものとかも、長くしたってもともと長いんですけど、長いスプレーバラとかも入れます。で短いのも、まあ、枝分かれになってるんで枝でこう長い短いを取っていくということですね、はい。もうあとはね、この繰り返しなんです。こっから先はこう持って、はい、ミス観察持ったらミス観察をループで持つ。で花束少し回す。ミス観察持ってまたここで握り込む、はい。そしたら今度長くしたスプレーバラをこう、これ長すぎるね。そしたらこう短くして、もうね、こう持った瞬間にこう臨機応変に、組み上げていくのが、でこう花を持った瞬間に臨機応変に組み上げていくのがこう花束のこう醍醐味なんですね、実はね。頭の中で最初からこう構築して、ここにこれ入れてここにあれ入れてってやってる人はごくわずかだと思います。僕も含めて大体の人は途中でこう変化していく、デザインを変化していく、これはね、アレンジも花束も一緒ですね。最初から立ち上げたデザイン最後までできる人ってほとんど多分いないと思うんですね。まあ、そうだな、大体こうお花を見ながらデザインって決めていくんで、ミス観察こう流すせて綺麗なやつは流しておきます、まあ、こういうところですね。お花を見ながらこう流したら綺麗かなとか、あちょっとここに傷が、例えば葉っぱに傷がついてるんです、ここにね傷がついてたら、あこれはもう丸めちゃうかこう短くして、短くしてラインで出そうかなとか、まあ、こういうなんか常にこうデザインが変化しますから、この変化をこう敏感に、受け止めていくというか、あなたもこの花が引きずり込まれたりしてこれ鳴らしたりするじゃないですか。今度今こう見て分かる、ここがへこんでるんですよね、ここがね。でそしたら、でもここがへこんでるとかって最初のデザインではこんなことは思ってないというか、まあ、まあいわばそう考えればアクシデントみたいなもんなんですけど、ただ実際こう成果を使ってやってるデザインってこうそういうことを言うとアクシデントの続き話なんですね。だからそのアクシデントをいかにこういい方向に変えてるか、これが良いデザインを作れるか作れないかのポイントになっていきます。はい、これで穴が下がりましたね。そしたらここで今度キキョウラの長くしたものとかを入れるんですね。そしてこれを
ただこれ下から入れて、例えばね、下から入れるとこうラインがベロッと下に出ちゃうじゃないですか。だからこれちょっと禁じ手っちゃ禁じ手なんですけど、少し上からこう入れちゃうものもあって、でこのラインをこう流していくか、まあ、これでも綺麗だから流していいと思うんですね。これ握っちゃうパターンもありますけどね、はい、もう今回は綺麗だから流しておきましょう。でこれキキョウラン、じゃあ2枚目のキキョウランはちょっと長すぎるから握っちゃおうかなみたいな。握っちゃうとさっきループにしたループで持っていたキキョウランと違う動きをします。この違う動きがやっぱデザインに変化を与えるんですね。まあ面白くなってきます、どんどんデザインが。はい、この辺りでこの離宮層、離宮層がありましたので離宮層を入れましょう。これ離宮層を入れるとまたちょっとこの今までのツンツンしたラインとは違う、違うラインがこう入ってきますね。わかりますかね、こうわびさびの離宮みたいな。路線の離宮とは全く関係ないようですが、この葉っぱはこう、まあ、このようにこう入れてみますね、はい。でこれが離宮層が同じ長さだとまたこれが可愛くないんですね。だから少しこう長さをカットして入れて、でまあこれもちょっといろいろとこうマスにする部分を作ったりとかすると可愛いんですよ。まあ結構大変なことを言ってますけどね、今ね、あの ほらこういう風にまたちょっと違うラインが出てきましたでしょ。これが生きたデザインなんですね。でこういう例えばピットスプランもこれだけ葉っぱがついてると、もうこれをこのまま入れるとこうツンと立っちゃうんですよ。だからちゃんと立たせないのももったいないけど、この先っぽだけにして、この先っぽだけをこう根元にこう使うとこう可愛くなりますね。こういう部分がデザイン、花束のデザインでは重要です。だからこう花束通信講座とかはこういう部分、花束 N フラワーの花束講座はこういう部分をこう重点的にこうやっていくみたいな。ところはありますね。はい、はい、こちらで完成です。どうですか、オールラウンドでできてますでしょ。ではこれをバンディングして、バンディングして正面から見てみましょう。いただいてみます。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。もう表もね、裏もこう、どっちが表だか裏だかわかんない。オールラウンドだから、まあ、表も裏もないんですけど、すごい素敵にできてます。だからこのぐらいの花束だったら、もう、N フラワーの通学花束講座も、通信講座も、このぐらいの花束はすぐできるようになります。なのでね、ぜひこう、花束が上手くなりたいっていう方は、N フラワーへお問い合わせください。では、今日はこちらでレッスンを終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。
騙されたと思って、ぜひ体験レッスン受けてみてください。あ、通信講座は体験レッスンないんで、チャレンジコースを受けてみてください。